エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴19年延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組ですはいこれが1月最後の放送ですかね最後を締めるのは1月最後を締めるのはニックネームニックネーム「デデデデ太郎」 ではございません。稲川のおっさんさんですね。ありがとうございます。<laughs> 稲川のおっさんさんからいただいております。読み上げます。いつもおさえなっております。最近ハマった映画ドラマがあれば教えてください。私は散歩が好きな犬が多い中、散歩嫌いで散歩に誘うと怒る犬のコンセプトの犬チャンネル、柴犬のロックチャンネルを偶然 TikTok で見つけて YouTube も入りましたということで。なるほど。僕がハマったのは。 あちょっと古いですけどドラマで言うならばあの韓国のネットフリックスの韓国のスタートアップってやつがすごい僕はまりましたね久しぶりに、まあ、企業物語なんですけどスタートアップの,その物語性がすごくてあの、まあ、企業物語なんだけどもそのなんだろうな恋愛の複雑その恋愛も入ってるんですけど複雑感が超入ってるんですよ。 いやあれはねちょっとねしびれましたね僕久しぶりにドラマの中ではあのスタートアップってやつがねすごいハマりましたねうんめちゃくちゃハマったあれあれ面白かったっすねだから起業したいとか成功したい人そういうなんかそういうそっち系の意識がある人はスタートアップはね面白いんじゃないかなと思いますけどね うん、まあ僕ね会社は学校じゃねえっていうね、あのー、やつもね好きでね、まあ、2も見たんですけど2よりやっぱ1ですね 1, の1が一番僕はすごい面白かったんですけどもうん、なんかやっぱ企業まあ僕もビジネスやってますので会社は学校じゃねえんだよみたいなねあれ結構僕 1, 1がやっぱ面白かったな2はちょっとあれ微妙でしたけどそうやっぱ企業系はやっぱはまなんか 心を打つものがありますよね共感するというか自分もやっぱね一人で今ビジネスやって、まあ、起業してるっちゃ起業、まあ、会社の一応社長ですから僕も <laughs> 従業員いないですけどねかやっぱ共感するとこがやっぱあるんでうんあとはねそのあそうそうあの映画で言うならばこれあのブログでも書いたんですけどもブログで12月31日かあのやらかした件ですねそううん 今年最後にやっちまったっていうことで、12月31日にですね、僕やらかした、あの、やらかしたことを書いたんですけども、その時に本当に直近の映画で、あの、まあ、ネットフリックスにあったんですけども、あの、最後まで行くっていう映画があったんですよ。これがね、めちゃくちゃ面白かったですね。なんかね、映画の撮り方が、映画最,後はそうそう最後まで行くこれ映画監督ちょっと調べてないんでわかんないですけども、 「こう最後まで行く」っていう映画があの「カメラを止めるな」っていうの映画見たことはなかったら分かんないかもしれないですけど「カメラを止めるな」っていうのをすごい当時ブレイクしてもうその多分制作費が300万ぐらいだったけども何十億ぐらい稼いだんですよね。ですげえ話題になってで「カメラを止めるな」みたいなね。でそのそのなんかね まあ、そ,のその映画見てないと分かんないかもしれないですけどそのフラッシュバックさせるというかその撮影の仕方のその構成がその、えー、なんだろうなカメラを止めるなに似てる部分があってえそんな裏側あったんですかっていうなんかその表と裏側をうまい感じで表現してるんですよで最初の入り口のスタートアップの冒頭の,そのつかみの部分とかもすごいバン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 だからなんかえこの朝でどうなるのどうなるのみたいな。 なんだろうな。もうなんかすごいんですよ。ずっとその枠、どうなるのみたいなのが続いていく。うん。いや、ほんとね、最後まで行くはすごかった僕、この映画の撮り方が、いや、撮り方がすごいなと思いましたね。で、最後の締めも、マジで、みたいな。まあ、最後はね、ちょっとしつこすぎたんで、うん、ちょっとありえない、ありえないぐらいしつこかった。まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんであれなんですけど、 ちょっとしつこいなと思ったんですけど、やっぱね、なんかタイトル通りですね。最後まで行くっていうタイトル通りで締めたかなっていうところで。これは僕ね、映画久しぶりにこれ、最初から最後まで食い入れるように見てしまった映画はもう直近では最後まで行くっすね。もう最後まで行くはもう本当に行き切ってます。マジで <laughs>。最後まで行くはね、ちょっとね、僕はね、震えましたね。うん、なんかその、 り映画の撮り方ですね。うん。そう。あれはね、ちょっと僕はうまいなと思いました、なんか。映画監督じゃないんですけど、なんかその、なんか、まあ僕はやっぱね、発信する側なんで違うものの見方でもやっぱ見るので、なんかこの構成というかね、その脚本というか構成、その撮り方、撮影のやり方、これうまいなっていうのは思いましたね。うん。まああと出演してるね、出演してる方も好きなんで、 そう役者さんも結構好きな人だったんで、まあ、それも良かったなっていうところがあるんですけどそう、まあ、あとはねやっぱね、まあ、僕久しぶりにまああのまあそ,それはまあなんかただ面白いっていうね面白いってただそれだけなんですけどやっぱ感動っていうか心に残る名作としてはやっぱ「ソーシャンクの空」ですねで「ソーシャンクの空」を僕何回も見てるんですけど、まあ、去年も久しぶりにまた見たんですよ でもやっぱね、面白かったですね。もう何回、何回目やねんとか、多分5、6回見てると思うんですよ。人生の中で、ソーシャンクの空。5、6回見てると思います。ソーシャンクの空は。人生の中で。だけど、久しぶりに見たんですけど、面白かったね。もうソーシャンクの空は僕はね、僕の心をね、やっぱいつでも揺るがしてくれるなっていう。あ私、ソーシャンクの空はね、僕はもう、あれ以上の映画はね、あんま心にこう、すごく浸透してくる。 まあその役者も好きなんですよ。あの黒人の方のやつもいいあの役演じてくれてるんですけども。あとナレーションとすごいなんかね、あれめちゃくちゃいいんですよ。うん。だからソーシャンクの空は僕もう心に残る僕の中では名作というか。まあしかも僕はその久しぶりに去年見て、で違う視点でね、まあ僕ゾロ目よ,よく見るんですけども、なんかソーシャンクの空、 放映時間がね、2時間22分っていうね、2222 22っていうね、僕エンジェルナンバー22なんですけども、そ22の2222っていうね、2のゾロ目が揃っていて、あ、ソーシャンクの空2222 22だぞと <laughs>、その放送時間ね。そう。多分ね、もう YouTube チャンネル名が変わってるかもしれないですけども、いあの、昔はね、あの、2時、2時2分 まあこの番組が放送される頃には多分変わってると思います、チャンネル名が。昔は20時22分だったんですよね。まあこれも、あの、チャンネル名変えたんですけど、あの、今年は2時間22分になります。2時間22分。で、多分もうこれから変えないですね。もうソーシャンクの空で、バッとこれだ決まったんで。マジかと。僕が一番心に残る映画が2222 22みたいな。 これしかないとと時間22分だとこれになりましただからもうチャンネル名は多分2時間22分から変えないですねもう多,分多分変え多分変えない、うん、だってソーシャンクの空以上に心に残る名作が出てなおかつその放送時間がそう何か自分にパッと自分にリンクする数字なのかっていうとそう滅多にないと思うんで多分今後ないと思います そう。だからまあ2時間22分っていうね。だからまあ僕のチャンネル自体が、だからイメ,メッセージ性もはまってるんですよ。僕のこの物語、僕のこの2時間22分っていうチャンネルはもうソーシャンクの空ですよと。まとめるとソーシャンクの空の物語ですよと、このチャンネルはね。みたいな、あの、落とし込みです。<laughs> なぜワッツ2時間22分になるのか。それはこのチャンネルがソーシャンクの空で起こって、 その出来事と同じですとそれのそれの本数を追い番んですみたいな <laughs> そう、まあ、あのねやっぱね主人公がねあの自由になった時のあのうんこまみれをねうんこまみれをこう排水口をこう回って自由だっていうねしかもあの凡事徹底ですよ。 あのソーシャンクの空でねその、まあ、脱走を最終的にするんだけども一番最初に黒人の手配屋にね主人公があのあのなんだろうな,なんかちっちゃいなんかハンマーみたいハンマーっていうかねなんかそのちっちゃいその石を削るやつをちょっと調達してくれとで黒人の人がねそのハンマーのことをよく分かってなくて「お前なんかハンマーで脱走するのか」とで聞くわけですよ何か危ないんじゃないかとそ脱走するのかと。 いやいやと。あの、ものを見れば分かると。多分、ものを見れば、それで脱走なんかできないっていうのは分かると。いうことを主人公が言うんですよ。で、手配屋がね、手配屋の,その黒人がね、あのその、うん、その、ハンマー、ちっちゃいハンマーを調達して、あの、言うわけですよ。確かに。これで脱走しようとするならば、100年、200年かかるさと。<laughs> まあ、石よくただ削るちっちゃいハンマーなんですよね。だけど、それをなんと、 十何年かけて、そのちっちゃいハンマーで、ずっと掘り続けて、ずっと掘り続けて、まあ、凡事徹底ですよ。だから、あのー、映画、な、なんだろうな、まあ、僕は小学校か中学校、初めて見たのが、金曜ロードショー、日曜洋画劇場ぐらいの、あれで見たような気がするんですけども、そこから何十年経っても、未だに名作として僕の心の中に記憶に残ってるんですけど、 なんか今振り返ると今の,その生,き生き方今僕自由にやってますけどねなんか本当にその映画に描かれてるようなことをやってるなっていうなんかその転換できるんですよ自分の人生と「ソーシャンクの空」の自由を手にするまでのそのプロセスっていうのが自分の人生に結構当てはめることができるうのであーのー名作ですね。 ただね、「ソーシャンクの空」は見る人にとってはやっぱそこまで心に響かないという人もいると思うんですけども僕がね、やっぱ幼少期、まあ、その中学校ぐらいの時に多分見たとは思うんですけどなんでそのソーシャンクの空を見てこう感銘を受けたかっていうと当時、まあ、これもどっかで言ってると思うんですけどもやっぱその反抗期ですよね思春期反抗期で親の管理下に会って親からなんか脱出したい親から自由になりたいみたいな反抗期なんですよね。だからその時に見たんですよ 確かでそれでなんかすごく刺さるものがあってなんかその親親という刑務所みたいな、ね、親がいる刑務所みたいなだからその尾崎当時尾崎,尾崎豊さんのいろんな歌にもねすごく感銘して尾崎豊が聴いたりとかして先輩から借りてねあこれめっちゃ尾崎さんっていいなみたいな,なんかすごくあのー、尾崎豊を聴いてね思春期を過ごしたってい思い出もありますけど。<laughs> そううん、だから、まあまあ、直近で言うならばその最後までいくっていうやつがすごく映画的に僕はそのそのえ撮り方でしょね非常にうまいなと思ったしもうすごくハラ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 するしさせてくれるしただ心に残ったかっていうとその染み渡った感じですよね染み渡り具合染み渡り具合は「ソーシャンクの空」に勝てる染み渡りさせる映画って でなんだろうな奥底まで浸透してくる映画っていうのは多分今後の人生で巡り合わない合うかなどうなんだろうなソーシャンクを超える映画僕の中で出てくるかちょっと分かんないですけど今のところはもう41年生きてきて、まあ、あのこれを超える映画はねえだろうと思ってますね。うん、であとはまあ僕のねあの人生にぴったしというかこのチャンネルにもぴったしなのかなと。 そういういい意味合いでそのなぜ2時間22分ななのかっていうその理由ですよねなぜこのチャンネルは2時間22分なのかっていう明確的な理由も言えるのでうんそうだからまあ,あのちょうどなんかハマったなっていう感じですねいろいろやってきたけどとついにあの YouTube のチャンネル名も固定なんかヒカキンチャンネルってねずっと変わってないと思うんですけどあの僕のチャンネル名が「 ようやくヒカキンチャンネルみたいなだから今年からスタートみたいな感じですねようやく今年からスタートチャンネル名変えずにずっと2時間22分で行くっていうねなんかすごくうんなんかこんだけやってますけど新たなスタートだ2024年は新たなスタートだなっていうのを感じさせてくれましたねだか,らだ,からだからソーシャンクの空をねたまたま久しぶりに見てよかったです で、もしそれ見てなかったら多分ね、チャンネル名は2時間22分にはなってないので、うんなってないですね。そう。かびっくりしました。えー、2時間22分、2222やみたいな。<laughs> ソーシャンクの空。これ間違ってたらやべえよな。いや、ソーシャンク、ソソいや、でもね、ソーシャンク、間違いないですよ。ソーシャン、ソーシャンクの空。 ソーシャンクの空、映画時間やっぱ2時間22分ですちょっと調べてくださいソーシャンクの空、スペース、映画時間ソーシャンクの空、スペース、映画時間で調べていただくと2時間22分で出てきます <laughs> 2時間22分あこれねフォレストガンプも2時間22分ですねフォレストガンプも2時間22分意味深ですね フォレストガンプ、フォレストガンプ、これ見、フ、ま、ォ、あ、レストガンプもいい映画なんですけども、あ,あんま見てないな。フォレストガンプも2時間22分ですよ。うん、あ、その、モーガン・フリーマンですね。僕、モーガン・フリーマンめっちゃ好きなんですけど、そのソーシャンクの空はね、モーガン・フリーマンですよ。で、その、しかもね、このソーシャンクの空って、最初は全然だったんですよ。で、徐々に徐々に徐々に、々にあこう、染み渡ってきて、 アカデミミーー賞ノミネートされるんですよだからなんだ公開当初って全然あんまり日の目を浴びてない映画だったんですよねだからそれも僕もだからこれから「あのソーシャンクの空のごとく」10年以上10何年 YouTube で掘り続けるアップし続ければもしかしたら日の目を見るかもしれないです <laughs> もしかしたら <laughs> でもねさすがにやっぱずっと YouTube やってるのでんなんか なんかね、銀のトロフィーぐらいは欲しいなっていうのは、なんかありますね、うん。せっかくここまでやってるから、うん、なんか、なんかあの銀のトロフィーを自分で見てみたいなっていう。しかも、その2時間22分っていうチャンネル名で銀トロフィーが来るわけじゃないですか。それって、なんかすごく良くないですか。あれ多分チャンネル名印刷されてくると思うんですけども。 こう2時間22分っていうチャンネル名で10万人行きました。まあ、100万人は無理で絶対、絶対ではない。まあまあ、目指してないんであれですけどね。だ僕のスタイルでずっとやってって、気がついたらまあ10万人行ってましたっていうね。まあそれが70歳とかでもいいと思うんですよ。ーガン、あの、モーガン・フリーマン何歳だモーガン・フリーマンが今何歳だ ?86 歳か。86歳で10万人行ってもいいと思うんですよ。 今モーガン・フリーマンが86歳らしいんですけど「あのソーシャンクの空」で出てた時って何歳だ?「ソーシャンクの空モーガン・フリーマンモーガン・フリーマン何歳モーガン・フリーマンの狙五57あ五57らしいですよ ソーシャンクの空に一戦時のモーガン・フリーマンの当時の年齢は57歳頃ということなので今僕4二でしょ1でしょ十一でしょちょうどじゃないか10年後だと51歳でしょだから16年か16年穴掘ればちょっとアカデミー賞受賞 YouTube10 万人いくかもしれないですね <laughs> 16年ですね どうですかこれ当たってたらすごいですよね16年やってモーガン・フリーマンが出演してた57歳その時に10万人いくみたいなこれはすごいじゃないですか <laughs> でも16年16年やれば可能性はありますよねどうですか16年後のこの、えー、チャンネル10万人いってる可能性はあるんじゃないかなと16年やればねわ <laughs> かんないですけど。 <laughs> はい。まあ、ということで、えー、まあ、ちょっとね、いただいたやつ、うんなんだ、映画とドラマですかねあ、お話しさせていただきました。はい。それでは終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。